皆さんこんにちは。セルレー島根の監督の小桜です。新型コロナウイルスの影響により国内および世界では大変な状況になっております。生活も今までの生活が非常にしにくくなっている状況です。そんな中、医療関係の皆様は昼夜を問わず命がけで取り組んでおられることに深く感謝を申し上げます。チームも練習ができなかった苦しい日々を乗り越えて6月から練習再開をしております。練習ができることを感謝し、さらには体を動かすことの喜びを感じながら頑張っております。これから頑張りますのでよろしくお願いをします。セルリオ島根主将の津田直樹です。セルリオ島根は新型コロナウイルス感染拡大予防のため4月から練習を休止しておりましたが、緊急事態宣言解除を受け6月から練習を再開しました。リーグ再開後には地域の皆様、スポンサーの皆様が元気になれるようチーム一丸となり試合に臨みたいと思います。皆様応援のほどよろしくお願いします。